ワルシャワゲットのユダヤ人、ゲット警察ユダヤ人、ゲット警察は、ナチスドイツ占領下の東ヨーロッパに設置された、ゲットの中に存在した、ユダヤ人からなる、警察組織である。ウッチゲットのユダヤ人、ゲット警察服装は統一されていないが、胸の部分に、ゲット警察官であることを示すワッペンをつけている、ドイツ当局は、各都市のユダヤ人、自治組織である。 ユダヤ人評議会に対して、月頭解設の条件として、ユダヤ人による警察組織を設置することを命じた。月頭警察は、公式には、ユダヤ人評議会の指揮下に置かれていた。しかし、当のユダヤ人評議会は、月頭警察を、ドイツ当局の選定と見て警戒するところが多かった。実際、人事には、ドイツ当局が、 よく介入し、月頭警察長官の人事を、直接、ドイツ当局が行うことがしばしばあった。また、ドイツ当局は、各ユダヤ人評議会に対して、採用にあたってのガイドラインを設けたりもしていた。月頭警察の幹部には弁護士出身のものが多く、任命されていたという。ワルシャワ月頭警察の着用した、ワンショー月頭警察官には規定された制服はなく、 デザインの統一されていない帽子やバッジ、腕章によって見分けられた。拳銃など、火器の所持は認められておらず、ゴムの棍棒やナイフなどで武装していた。設置される警察官の数は、ゲットーの規模に、ほぼ比例した。ワルシャワゲットーでは2000人、ウッチゲットーでは800人、ルブフゲットーでは500人、クラクフゲットーでは150人といった具合である。 月頭警察の仕事は、犯罪取り締まり、通りでの交通整理、廃品回収作業や、除雪作業などの監督、建物の衛生監督、月頭内の紛争の仲裁などであった。しかし、王兵に振る舞う者が多く、住民から非常に嫌われていたという。月頭住民を、絶滅収容所や、強制収容所へ移送する、月頭解体作戦が開始されると、 ゲットー警察は、住民の直接の借り立てを行うことになった。同胞を市地へ移送することを拒否して、警察官を辞する者もいたが、同胞の移送をためらわぬ者たちは警察に残り、ドイツ当局の先兵となって、ユダヤ人狩りを執行した。こうした者らは、自分自身が移送されることを免れるため、ドイツ当局の機嫌を取り結ぼうとして、ドイツ兵以上に残虐な、 借り立てを行うことが多かったという。ワルシャワゲットでは、住民たちの潜伏場所が暴かれたケースの9割までは、ゲット警察が暴き主だったという。移送を逃れたければ、賄賂を差し出すよう住民に要求する、警察官も多く、この結果、貧しい住民たちが真っ先に借り立ての対象となっていった。しかし、ゲット警察官も安全な地位にいるわけではなかった。 ゲットが解体されると彼らも、用済みとなり、最後には、住民同様に移送されることとなった。ABC アドバシェム、ジュイッシュポリス2021年11月28日、閲覧 AB ホロコーストエデュケーションアーカイブリサーチチーム、ザジュイッシュオーダーポリス2021年11月28日、閲覧 AB、ワルシャワゲットを補修194042の、 ノート P265 ヨーロッパユダヤ人の絶滅状感 P384 壁の両側ワルシャワゲットを1942から1945ホロコーストその恐怖と苦闘の狭間で P50 壁の両側ワルシャワゲットを1942から1945ホロコーストその恐怖と苦闘の狭間で P56 ワルシャワゲットを補修194042のノート P266 ワルシャワゲットを補修194042のノート P273 壁の両側ワルシャワゲットを1942から1945ホロコーストその恐怖特等の狭間で P52 ワルシャワゲットを補修194042のノート P249 ありがとうございます。